皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、波動させて楽しめる、こちらのドラム担当の少女のドールです。ウォッチ・ザ・ロック、6分の1ピアニーモキャラクターシリーズ、イジチニジカ。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、あみあみさんのサイトにお邪魔させてもらっています。結束バンドのリーダー兼ドラム担当であるイジチニジカちゃんが、ピアニーモキャラクターシリーズのドールとなりました。こんなのもあるんだ。こんにちは、ピュアリーです。ウォッチ・ザ・ロックに、イジチニジカという少女が出てくるんですけど、下北沢にある高校に通う2年生で、結束バンドではリーダー兼ドラムを担当しています。姉がライブハウススターリーの店長ということもあり、積極的にお店のお手伝いをしてくれています。基本的に温厚で心優しく、メンバーが失敗しても責めることは一切せず、まるでお母さんのような存在です。朝早くに起きて、自分や家族のためにお弁当を作ってくれます。重度の陰キャであるぼっちちゃんをバンドへと誘ったり、最も常識人なので結束バンドの結束の要でもあります。結束バンドの初ライブでぼっちちゃんのギター演奏を見たことで、ギターヒーローであることを見抜いていたりもします。姉の分まで人気のあるバンドになって、スターリーをもっと有名にすることを夢に結束バンドの活動をしているんですよ。サバサバしたドライな側面もあり、幼馴染の寮に対しては容赦なくツッコミを入れたりしています。また、たびたび家にシャワーを借りに来る、広いきくりさんには塩対応です。そんなにじかちゃんが、今度ピアニーモキャラクターシリーズのドールになって発売されるみたいなんですよ。波動させて劇中のシーンを再現して、フィギュアとはまた違ったリアルさを味わえそうです。これが摂理だ。ワイシャツとスカートという制服姿でドール化されていますよ。トレードマークの水玉のリボンやサイドテールなど、細部に至るまで丁寧に作り込まれています。衣装には布生地が採用されていることにより、にじかちゃんを身近に感じられると思います。嬉しい！関節を自由に動かすことができるので、いろいろなポージングを取らせることができます。ボディは可動域の広いエモーションボディが採用されていて、細やかな動きや躍動感のあるアクションも取ることができますね。元気いっぱいなにじかちゃんに、とってもキュートなにじかちゃんもバッチリ再現できそうです。いろいろあるんだね。稼働させていくことで劇中のシーンはもちろん、CD のジャケットのポージングも再現できます。さらにはあなたの理想なにじかちゃんを演出することもできちゃいます。劇中シーンを再現させていくうちににじかちゃんの新たな魅力を発見でき、改めて魅了されるかもしれません。だって、それが愛だろ？にじかちゃんの太ももはすべすべとしていそうな表現がされていて、その太ももで膝枕をしてもらい、ぬくもりや柔らかさを味わってみたいです。スカートには本物の布生地が使用されているので、合法的にスカートをめくれて背徳感も高いと思います。ポージングを取るために足部分を稼働させるたびに、スカートの中をチェックしたくなりますね。子犬のような目で見られても、ダメです。作品の舞台となった場所をこのドールと一緒に聖地巡礼して、ボザロの世界観に浸ってみるのもいいかもしれません。また別売りの後藤一人のピアニーモと並べれば、再現できるシーンの幅が広がってくれます。にじかちゃんのいろいろなシーンを、再現してお楽しみください。せいぜい考えるんだな。こちらのドールは12月に発売です。そしてお値段は 17,820 円です。このドールをお迎えしたら、稼働させていろいろなにじかちゃんを演出して SNS などで広めてあげてください。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、そのアフィリエイトリンクからアクセスして、注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。